これが今日仕入れた氷見の寒ぶり。もういいじゃねえ。今日予約は結構入ってますか？予約は今日パンパンに入ってます。すごいですね。まあ、週末なんで、うん、はい、おはようございます。まず1キロもらってもいいですか？1キロ、はい、ありがとうございます。おい、おはようございます。おはようございます。味が欲しいです。味しかも福島沖の6本、はい、お願いしましょう。福岡県水揚げ寿司もき、はい、3本もらって、はい、お願いしましょう。今日片身用意する。もう今日ないけんさ、もうこれ昨日半身売って、はい、もうそれは半身やっとった。ああ、そうですか。そこ置いたからだ。はい、これ冒険する行こうか。はい、これ置いたです。置いた。こんなとで今日が1600円、焼いとで2800円。よかったサバとこれが味。これがニシです。まあ、今日ちょろっと使おうかなと思うんですけど、明日の日曜日の分もあるんで、はい、まあ、今日のうちにこうなんていうんですかね、仕込みというか、はい、掃除だけして。僕がいつもあそこでタイを買うもんだから、はい、いいタイをいつも残しとってくれるんですよ。大分とか長崎とかいろんな産地あるんですけど、もう大分のいいやつを残してくれるんですよ。だからあそこの大将のとこでいつも買ってます。
鯛は明日も使うんですけど、はい、血合いが残ってると臭くなるんですよね、はい、30分焼くんですか。はい。これが今日仕入れた氷見の寒ぶりです。氷見の寒ぶりですね。はい、
皮のところにすごい香りとか旨味が詰まってるんで、もう皮ごと最後こすんで、これゆっくり火入れていって、ここでガーリックオイル作ってって感じ。ここでガリコイル作るっていうのがすごい料理のこの料理の肝で、このオリがこうなっているのとなってないのでもう全然違うというか、たったこれだけの作業なんですけど、これがめちゃくちゃ大事なんですよ今。これだけでもすごい味はするんですけど、はい、サフラン入れてトマトピュー入れてっていう形で、どん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 味をこう整えていくんです。魚のスープなんですけどコクが出るんですよ、炉端ナンバーショット田村でございます。何名様でしょうか。いいですね。今日はちょっと早い時間がお席が埋まっておりまして、8時半以降であればご案内ができるんですが、これがサバサンドに使うサバですね。で刺身でも全然食べれるサバではあるんですけど、うん、結構太ってますよね。はい、いいサバですよね。冬場になるとすごい脂も乗って身もしっかりしてくるからですね。酢で締めるんですけど、酢の時間も結構比較的短めにして、はい、中がちょっとレアな感じといいますか、中は生で、うん、外側が締まってる状態でみたいな感じに仕上げてます。これ昨日締めたサバで、これは韓国の最終島のサバなんですよね。めちゃくちゃ脂乗ってるんですよ、最終島のサバ、うん、サバサンドともめっちゃいいです。
くあんにもいろいろ種類あるんですけど、たくあんは甘めのたくあん使ってます。あとこのみょうがを乗せて、これがめっちゃうまいです。これがうまいですか。はい、これだけで酒が飲む。マスタードとマヨネーズが入ってて、こうほんのり粉辛子がこれ入ってるんですよ。この粉辛子がですね、ちょっと辛いんですけど、ほんとちょっとしか入れてなくて、ほのかな苦味がこう味に奥深さを与えてくれるというか、ステーキで出します。ステーキで出ジャンジャンが、ジャンジャン
ちゃんがお茶とかフランスとかが混んだら手伝ってほしいんで、今日俺が口にあるけど、はい、ちょっと邪魔になるんで大丈夫。閉めた後に、はい、あの脱水シートがあるんですけど、それで最終的にまた水分抜いてあげてって感じで完成です、はい、キーサオ、はい、ございます。ファーストスパークリングとキーサオ、よーい、毎回していたしまーす。お待たせしました。たとり塩レバーと90度のパテです。またそうですよね、はい、お願いします。こちらから、最後はサザエ、サンバチ。Thank you.
今度はグレのお刺身ですね。食べやすい一つ刺身が出てます。あの炙りで、今日ブリもめちゃくちゃ美味しいんです。ブリもつけてるのよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。メニューがですね、この順番通りに並んでますので、はい、これ見ながら召し上がりください。はい、中にですね、ピンセットあるんで、これ取り分け用で使われてください。喧嘩にならないように頑張ります。はい。はい。にじまさん、ポカッチャです。はい。春菊のジェノベーゼか、トリコイルド召し上がりください。はい。シャルドネのグラスでーす。いいよ。だから、ここないよみたいな感じで。まあ、はい、すいません、失礼いたします。お魚じゃなくてよかった。すいません。確かに。29ぐらいの。ってことは誰かが頑張って当てるの？はい。
はい、じゃあ、早いお時間が今ちょうど満席いただいておりまして、ごめんなさい、またお待ちしております。あ、かしこまりました。カンパチ、氷見のカンパチ。失礼します。16番さんは
はい、お待たせしました。本日が、クエとカンパチとアジキをご用意してます。